こんにちは、高橋です。皆さん元気でしょうか？いかがお過ごしでしょうか？おかげさまで私も元気です。ということで、クリスマスも近づいてきましてね、来週23日代々木の、とある場所でクリスマスコンサートね、演奏会をやるんですが、ありがたいことに、なんと売り切れでキャンセル待ちになっておりまして、お知らせしたところ2日で売り切れまして、本当にありがたいことですね。ありがたいことですが、遠くてね、来れませんっていう方とか、行きたかったけど行けませんでしたとかっていう方もいると思いますので、来週なので、今一生懸命というか練習してますのでね、その中から1曲お裾分けというかね、クリスマス気分でアベマリアを今日は演奏しようかなと思っております。アベマリア、三大アベマリアっていうのがあるみたいですね。グノ、カッチーニ、シューベルトが有名かなっていう気がするので、まあ日本の感覚でいくとですよね、今日演奏するのはカッチーニのアベマリアですね。1546年から1618年がカッチーニの、生きてた時間帯ですかね。まあその辺で作られたのか、はたまた全然後で実は作られたとか、 いろんな説がありますけどもね、曲が、演奏というかね、音楽がまあいいのでね、良いわけですね。初演がなんと1998年か、400年とかっていう月日を経て、というね、物語が、ついておりますが、このアベマリアを今日はお届けしたいと思います。アベって何ですかってこう調べると、直訳するとこんにちはマリアとかね、おめでとうとか、そんな意味があるらしくって、なんでしょうね、マリアさんにご挨拶的な、マリアに祈る的な、まあそういうジャンルっていうかね、そういう一般的な、その態度というかね、そういうのがあるみたいですね。まあ今度海外とかキリスト教圏の方お会いしたら、そんな話をね聞いておきたいかなと、忘れてなければ思いますが、それでは、少しね、年末だとちょっとあれだな、まあクリスマス気分でね、アベマリアをお届けします。Thank you.
ということでお聞きいただきありがとうございました、どういう景色というかね、風景というか浮かんできたでしょうか。美しいですね。まあこうやって弾く中で自分の課題が見つかったりもというわけで、今日はこの後ですね、日曜日まで銀座のセントラルミュージアムというところで、新芸ですね、心の芸術ですね、いい名前ですね、新芸木美墨の美しい作家協会2023年選抜展ということで、書道のね展覧会作品を日曜日の3時半ぐらいまでやってますよね。展示しているので、5時までか間に合うかな、最終日は15時までということなので、もしねお近くをお通りになる方がいましたらね、見に行っていただけると嬉しいです。入場料無料ですね。はい、というわけで、今朝は、5度でしたね。寒くなってきましたので、お風邪など召さぬようにですね、元気でまた過ごしていきましょう。ありがとうございます、ありがとうございます。バイバイ、また見てね、ありがとう。書道の展覧会に出品しておりましてね、なんとか木美お自分の所属するその名前がわからない、銀座セントラル、銀座セントラルミュージアム、すぐ出てくるな、セントラルミュージアム紙パルプ会館っていうね、会館の中に、まあ、ギャラリーって感じですかね。展覧会情報を見ると、これだ。